新年明けましておめでとうございます。 e-girls でこうやって着物を着るっていうのは3年ぶりなんで、すごくなんかちょっと3年前のことを思い出すんじゃないですけど初めてツアーをした年でもあったので、そういった意味ではなんか3年ぶりにお正月をみんなで味わうことができています。で今年は昨年笑顔をテーマに1年間活動してきたんですけど、今年はイージークレイジーというアルバムからスタートできるので、そういった意味では笑顔を超える熱狂だったり、皆さんを夢中にできるようなエンターテインメントをお届けしたいなという目標はあります。本当にe-girlsとして4年連続紅白に出させていただけるということは、本当e-girlsが始まった時から考えると本当に考えられないことでしたので、また本当にありがたいなと思いながら、そんな気持ちをかみしめながら立ったステージではあったんですけど、でもやっぱり4回目ということで、なんか1回目2回目3回目よりもなんかいい意味でこう余裕もあったかなとも思いますし、紅白という大きなステージを楽しみながら、でも緊張感も持ちながら、来年につながるステージになったらいいなとか、なんかいろんなことを考えながら立てたステージだったと思います。改めてこういう晴れ着を着ると実感が湧いてくるんですけど、本当に昨年よりもさらにパワーアップした私だったり、があるだったり、各プロジェクトを見ていただけるように頑張りたいなと思います。家族にあって改めてこう自分は成人になったんだなということも改めて感じたんですけど、2017年はもう皆さんにたくさん幸せを届けられるように頑張りたいと思います。家族にびっくりされました。なんかカレンが大人になったんだなってでもすごい末っ子なので、なんかすごい妹キャラなんですけど、2017年は少しお姉さんになったねって言ってもらえるように頑張りたいと思います。そうですね、2016年は2人でこう姉妹で活動させていただいて、やっぱり家族もより喜んでくれてる姿を見れたので、引き続きこう2人で何かでこうどんどん喜ばせていけるように、そしてファンの方にも楽しんでいただけるように頑張りたいなと思います。今年成人の3人は、みんなハピネスのメンバーということもあって、なんか私からするとまだまだこうちょっと幼いというか、なんか出会った時のイメージがまだ抜けないんですけど、なんかたまに一緒にお酒を飲んだりだとかすると、意外とカレンちゃんとかはちょっとお酒が強かったりするので飲みすぎないように注意してほしいなとは思います。